こんばんは。腰痛かったけど頑張って。わあ、ありがとう。ゆうはた、ありがとう。ゆう、同じ名前だ。こんばんは、かん、おきちゃん。こんばんは、しゅきんさん。なちゃん、ダンス好き、ほんと？こんばんは、ちゅうなくん、最高の、嬉しい。毎月7つくしは7の日決定。今日も結構早くなちゃんのこと見てたの、気づいた、気づいた。お疲れ様です、ありがとう。こんばんは。精神が安定します、嬉しい。こんばんは、ごきげんよう。なんなん、はい、なんでしゃろ。ゆう、さすがのゆうもちょっとバタ倒れまってます。昨日あちこち最前列でいいのを見てます。ありがとうございます。宣言通りジャンプした。なんか小刻みのジャンプやったな。かわいい、ありがとうございます。今日もゆなの配信見に来れて、よし、ありがとう。自虐ネタあったっけ。こんばんは。自虐ネタしてないもん。だって丸顔自虐じゃないもん。最高列でも見えたよ、ありがとうね。ゆうな、はい、計算で拝見しました、ありがとうございます。2日間寝てなんて嬉しい。こんばんは。丸いの、ゆうなも丸いの好きだもん。いや、やっほやっほー。こんばんは。それは申し訳ないって。大玉ゴロがしっとりするやつに誰としたい、一人でしたい。みっちゃん見なくにやばい、かわいすぎ、嬉しい。みなくん、こんばんは。俺も丸顔好きやで。それは丸顔好きじゃないって、ゆな好きになってないでしょ。うん。いや、こんなにも公演たくさん出てるのにさ、もう毎回たくさんのピオーラーさんが会いに来てくださって、そしてピオーラーさんじゃない方もゆなのこと迎え入れてくださって嬉しい限りです。ゆなに何かが、くっくっく、最近やっちまった出来事、やっちまったな出来事か。なんだろう、ない。ゆなこやほやほ。なんだろうな、やっちまった。かわいい、ありがとう。ファンダイブさん、あなたもありがとうございます。そっか、まだ有料期間か。ねえ、今日で飲み日やけど毎日飲んでる。こんばんは。お、グッドスプーンさんに行くんですか。えけどね、飲み物はさくらちゃんの飲み物めっちゃ美味しかった。こんばんは。今日も公演楽しかった、ありがとうございます。わかったよ、今日も見に来れてありがとう。うん、キラキラ新社見てらっしゃいました。こんばんは。なくも今日で絶対1周年なし。こんばんは。
きちゃん、だるまさんありがとう。リップ編な、マジでリップ編結構命かけてしてるからね。もうあのぶっ倒れちゃう今日したら昨日のメールのびっくりしてるかかわいかったんだ。フォーキーのモノマネです。フォーキー、ファンデープさん、アイスクリームありがとうございます。こんばんは、コロくんハートありがとう。今日そういえばなんか夢見たな、なんかトロッコ乗ってる夢見た。よくさ、ネプリーグとかでさ、こうなんかこう間違えたらこう落ちるみたいなトロッコあるじゃないですか、クイズみたいな。なんかそんな夢見たかも。私の生き甲斐は犬の並べて本当？こんばんは、あなたはリプインしなくていいんです。こんばんは、どうしたんですか、キャラ変ですか。ゆなちゃん、あなたはありがとうございます。お疲れ様です。私に十分にペース、あーきゃありがとう、ありました。なんかちかしげさんがフードかぶってなんか歩いて、はい、ありがとうございます。急になんかどうしたんやろと思って、お疲れ様です。ファンライブトラベルさん、お疲れありがとうございます。大変な時間、何期間なりかったな、ありがとうございます。ツイッターフォローしてくれましてありがとうございます。なんかのラッキーガール可愛かった、担当初ラッキーガールだったのでウキウキでした。しかべさんのこと好きじゃないですよ、もういっぱいゆっくん怒られてるから。こんばんは、いやなんか可愛いから照れたんじゃないかな、しかも絶対ない。31、そうゆなのは見たそが初日だから。こんばんは、あーほうほう、ゆらのいけほのちゃんも初日だから、こんばんは。最近なんか MC 褒められちゃう、クッククック、まあ前のいけほのちゃんなんですが、もうバイバイ。チアのバックレスにグラグラ来てどうにか耐えました。グラグラするだけでもアウトです。土曜日申し込んでありがとうございます。クックックック、
2回公演して、そうですね、やってる時は楽しいんですけど、ユーも人間なので終わった後が、いつも頑張ってるからね、嬉しい。そう、 MC もいかに面白くできるか考えながら常日頃考えてます。ハーツカンパニーさん、ハートありがとうございます。ユナ、ユナくんの爆レスにクラクラしました。あ、ユッくんからの株をあげようとしてる。嘘嘘、素直にありがとう。こんばんは。みかくん、お疲れ様、ありがとうございます。大変です、ありがとうございました。なんだかんだ毎回こう言ってくれてるの助かって、いや毎回言ってくれてるやんと逆に思ってましたよ。どうやったらピュアラ、え、ピュアラになりたい、その魔法の一言でピュアラになれます。さあ、どうしますか。一人でのお玉転がしチュール。昨日の夜はね、えなくんのことはさらに好きなんだ。本当、こんばんは。メリコーヤありがとう、ありがとうございました。やな、楽しい、ほんと？こんばんは。ピュアラになりたいです。シンシンチャローさん、ウェルカムトゥピュアラ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 。シンシンチャローさん、ピュアラへようこそ。チュ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 、ピュアラ迷い中なんですよ。迷い中なんですか。ピュアラとは私のファンの方のことです。ひよこマークも、いらっしゃい、まいったん、ハートありがとう。パチ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 、ピオラ名乗ってくださいね、これから。こんばんは。最後のピオラのとこ好き。お疲れ様で、すでに好きな最上級なんですけど、これ以上好きになれないんですけど、どうすれば。本当？これ詰めでも見えてたから大丈夫だよ。ピューレになったら抜け出せないのつらみだって。みんな可愛かったけど結果ユナなのが一番可愛かった。わあ、ユナくんの株、ユナくんからの株をあげようとしてるよ。嘘嘘、ありがとうございます。インスタではピュアラに乗らせてもらってます。ピュアラさん面白い、あのユナとさ、ちょうどさポジション的にかぶってて見えない時パッていいな。頑張ってピュアラさん見たらね、やっぱ違う子見てました。ユナ見てました、それを。はっきなちゃんが一番可愛いから常識でしたって嬉しい。さっきは取り返そうとしてます。それ夜公園に行きました。ユナの野良の座好きです。やった、それ私かな、私も含みますよ。こんばんは。太陽の時誰を見てたの。こんばんは。そんなこと一回も見てくれてたね、ありがとうございます。うんうん、俺は
う他のメンバーに隠れてても見てた、見てくれてたよ、見た見た、それ言うのは見た、確認しためっちゃ見えてるのでやな、劇場でやなの見てると切なくなる、愛しさと切なさと心強さと、イスキンファンのピオラでもいいね、はい、ウェルカムトゥです、ウェルカムトゥピオラ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 、カズさん、ありがとうございます、お昼ご飯行ってありがとうございます、何時までやる、今何時です、23時まで、ゆっちゃん見てないだけ、自己紹介の時おーぐらい、よしよしよし、偉いねやな、こんばんはピオピオラ、こんばんは、俺っちゃ片と決めなのか目離せない、ありがとう、今日は珍しく MC なって書いてるの、こんばんは、あいちゃん、だるまさん、ありがとうございます、うわちゃん見てたら視線感じやな、見たら見事に見合ってた、もういいよ見とけば、ふわのこと今日来なくて残念やった、昨日ありがとうね来てくれて、今日の洋服かわいいでしょ、こんばんは、そう23時までなので22時50分から近すぎて恥ずかしかった、ありがとうございます、今日は早くなちゃんからレッスンに全部気づけました、おお本当？これね全身可愛いんですよ、スカートとかも、こんばんは、ゆなくんっていうの増えてる、ゆくんっていうのが増えてる、そっか増えてるか、ゆなくん修学大人っぽいねってや、ゆうちゃんには違うんです、ややちゃんがゆななさんのギャップないなんですかねって困ってたんで、なんやろってなんかよく言われるの、修学が大人っぽいかなって話をしたしてただけです、ありまして、俺もピオラになりたいです、だってせーなんで、ウェルカムトゥピオラ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 、あきちゃんよろしくお願いします、なんか言わせてたのじゃなくて助けただけです困ってたので、こんばんは、自分のこと大人っぽい、本当？周りの友達もゆなく見てたら笑顔になれてて、嬉しい、ありがとうございます、
こんばんは。けの MC しきりが一番好きなんですよね、実は。こんばんは。ゆなくん癒し、ほんと？なぜなら最後の締めの言葉が好きだから。昼間でも配信見てて、お疲れ。今日はいっぱい。ゆなくんは最前に座ってる人と目合わにくいとかある？目合いにくい？けどね、ピオランさんが最初いるときはちょっとね、恥ずかしくてあんまり目合わせれないんです。こんばんは。やまる。恥ずかしいんですよ。こんばんは。可愛いし、優しいし、面白いから最近のアイドル嬉しい。僕の好きな最強ついてる。そう、三列目めっちゃ見やすい。こんばんは。最前ほんま目合わなかったな。だってごめんなさい、恥ずかしくて。じゃあ三列目ぐらいにされた時しっかり目合わせ。うん、今日けどすぐに気づいたよ。二代目ちゃん見えたよ。ありがとう。看板足よく上がってる。本当？今日もナイキちゃん、おめ本当？ちょっともうちょっと投げキス、ユナの投げキスの希少価値を高めるために投げキス封印します。言わなかった気が見せて、ありがとう。こんばんは。明日チャンネルで聞きます。ありがとうね。けどさ、今日まださ前の方じゃなかった？こんばんは。いつももっと後ろのイメージ。かわいいな。だってね、6月7日楽しみな、解禁だから。最大のピュアラさんでさっきまでお酒をいただいて。そうなの？ウェルカム。中毒性ある？どうぞ、いつでもピュアラになれる資格持ってますよ。劇場入るまで席分からんの、いい？ドキドキじゃない？まあ、その楽しみ、新しい楽しみもあるのか。こんばんは。そう、6月、いや、どうせなら7月7日から何の日開始にしたいな。6月我慢するか、インド料理な。あさっては来た定置。さっても言うだけ見とくか、秘密案件。あんま、いや、見たおいないから見てくれるでしょ。とうとう本当にピュアラになってしまったみたい。嬉しい。右側か左側が分かるんよ。こんばんは。50分ですか？
46?40 分。あ、23時になって終わります。こんばんは。車運転。かわいい、ありがとうございます。パスカちゃん、こんばんは。ゆうくんは皆さんとの時間を大切にしたいのにね。かわいい、ありがとうございます。3時1日見たらしばらくゆっちゃん見れるのがない。そうなの。あ、そっか、なかなかとやらなくなっちゃうから。うんうん、みんなが撮る場所じゃなくて同じマネージャーさんが生き生きしてるんです。なくん今日もかわいい、ありがとうございます。なかよし、いつもありがとう、ありがとう。優しいやつやつだってね。ひいひいひだって。ピュアラーさん、ファンの皆さんが世界一大好きなアイドルですもんね。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。音だけ聞いただけで同じマネージャーさんが聞きしてるだけです。手拭いた。こんばんは。最近ちょっとなツッコミ調子いいね。じゃあね、ちょうど反省会ノートが目の前にあってペン書いてたからペン持ってる。こんばんは、すずさん。こんばんは。畜生の推しがユナナになりました。嬉しい。もうそういうのどんどんください。ぜひね、よかったらユナナラブレターって言って、あの2ヶ月に1回ね届くピュアラ認定書とかもあるので、よかったら。モバイルメール、毎日ユナからメールは届くんですけど、もっとユナのこと好きになるかなって思うので、よかったら。かわいい、ありがとう。エイジ君、ミクチャ終わったけどこちらね見られん。なんかさっきさマークしてたけど、もしかしてウサバブシ以上ですか。ピルピルシタンさん、ハートありがとうございます。ユナくんのうちは持ってると他のメンバーがレスしてくるからピュアラ狙われて。怖い。僕もチキセンユナくんにしても、嬉しい、ありがとう。ピルピルシタンさん、ハートありがとうございます。押しとるか、まだ27日なん。確かに大丈夫そう。まだ1ヶ月も経ってないけど、こんな愛情濃くて大丈夫そう。そうなの。数ヶ月前にしてくれとった。行動早くて草。ありがとうございます。長らく NNB おしまいなかったんですけど、見つかっちゃった、嬉しい。タッキーくん、ウェルカムトゥピアラ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 。タッキーくん、ようこそピアラへ。サバブ師匠か、ありがとうございます。
今度入るときは手書きのラブレター実は本当だ嬉しい。まっちゃんハートありがとうございます、嬉しい。大玉転がしの話誰が一番喜んでたって、あきら先生が超喜んでました。もうゆなのことディスるの大好きなんだ、あきら先生。プレゼント送ってよくなって、ゆななに何送ろうか迷って、嬉しい、おそろっちがいいとか言って。ゆなさんが卒業していなくて、そんな悲しいこと言わないでください。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。今日新して明日ゆなちゃんに推し編したら自分も歓迎、いつでも歓迎してるじゃないの。いろんな公演やポジションできていて尊敬、全然です。ゆっくもね、頭なんかほんと記憶力悪いので、もう頑張って、もう毎回命かけて公演に挑んで、命かけて声に挑んでます。ひでくん、だるまさんありがとうございます。マジで振り入れとかもいうの遅いんですよな、もうマジで。でもなのでもう頑張ってます。全然振り入れとかも早い方じゃないんですけど、やる気だけで頑張ってます。ひでくん、だるまさんありがとうございます。普通にめちゃくちゃ嬉しい言葉で泣いてる、ごめんね、そうなの、ごめんなさい。これからの子さんピオラさんとか、ピオラさんにも愛をもっとね。ゆっくんツンデレだからちょっとツンツンしたまにしちゃうので、ちゃんと愛も伝えていきます。こんばんは。まあみんなよそ見しなかったらね、ツンツンにもならないんだけど。ベーダ、こんばんは。ゆうこん、ゆなくん、いつもいっぱい映って本当嬉しい。カサンピューラに愛くれません。あなたはいろいろしたからでしょ。あきら先生は劇場よりここにいたら会えます。たまに来ますよね、ショールーム配信に。お疲れ様です、ありがとうございます。やる気だけで N と M のまたぎをベレイナ君すごいだって、嬉しい、ありがとうございます。まあ、目指すは TikTok で始めた通り、もう小学なので早く、甘々のゆなくん嬉しい、甘めの彼女なんで大事にしてください。違うよ、ゆなが彼女だよ。新人ピオラよろしく。もうピオラさんみんな優しくてあったかいので、こんばんは。なんだこんばん、ちょっと待って、今何時だろう。腹時計すご。あとゆっかこが誕生日お祝いするからね。こんばんは。コチリンさんの YouTube 見てさらに好きなの。そうなんですか、嬉しい、ありがとうございます。早い、今来た、早い。ランナーズアイで明日か男性かって言われてない今日。じゃあランキング読みます。13位、とりあえずさんありがとうございます。12位はコーチーさんありがとう。11位はタッキー、
あれパッキツなんでツーってついてた前から。ありがとうございます。じゃあマッチョマッチョありがとう。今日はエイジくんだ。エイジコプターありがとうございます。8位は水野のあちゃん、今日は来てくれてありがとう。7位ゆうちゃんも今日ありがとうね。さすがに多分6位ホースカンパニーさんありがとうございます。ホースカンパニーさん。5位はコロク、地味にひよこの顔文字ありがとう。よいはうさまぶししょありがとうございます。ウェリカムトゥピオラ。3位はコロコロマン、コロは向きありがとうね。2位はひでくん、ひでくんも今日ありがとうございました。そして入る1位はワイタンでした。死ねないワイタン、ワイタンバラありがとう。ワイタンじゃあワイタンどうしますか。今日は今日萌え台詞か一発ギャグかどっちにしますか。もう一発ギャグやっても考えてるんですけど今日ちょっといいのできそうとか言って汗かきなのになって。変なラブレター送ってくる。うん、全然元気出たかな。こんばんは。どうしますか、ワイタン。じゃあいない説。じゃあギャックでいいのかな。いない説ある。じゃあとりあえずギャグ。いなかった意味ないか。ちょっと55分まで待っと。その前にスクショタイム。いきますよ。コロ君かわいい、ありがとう。じゃあだるまさんありがとう。じゃあギャグいきます。3、2、1。今日一受けた MC が大玉頃返しがておったまげこんばんは。結構良くないこれ。結構自信作なんだけど面白いのでやんなよく頑張ったなって。なんで全部持っていかないでください。やったくくくよかったです受けてふ
噛んだのもわざとじゃないですよ。もう完璧に言おうとしたんですけど噛んじゃった。お頭ぐらかしか面白かったか余計に笑ってくれるなって嬉しい。最後まで見てください。本当にありがとうございました。また明日。おやすみなさい。かわいさだけで持っていくことした努力で。シャルもお疲れ様です。行けるありがとうございます。ぜひ今日ピオラになられた方ツイッターとかでもたくさんつぶやいてくださいね。もちろん元からピオラだよって方もいっぱいつぶやいてくださいね。ゆっくんは皆さんのもういいねを押してないけどもうこうエアでいいの皆さんのちゃんと押してるので、おやすみなさい。最後まで見ていただきありがとうございました。モバイルメール、いろんなラブレターも返信待ってます。かわいい、ありがとうございます。ラインボンさん、ありがとうございます。じゃあね。最後まで見ちゃいます。ゆくんのこと大好きだな、もう本当に、うんうん、おやすみなさい。かしかなたはありがとう。毎週お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみ、まったね、バイバーイ。今日のアーカイブ見てね。バイバーイ。おやすみなさい。切りますよ。おやすみ。おやすみなさい。なんか切れた。怖いのでもう切りまも帰ります。バイバイ、おやすみなさい。